フランスリーグ、ロリアン S ランス、11日、ロリアン、第21節。女性への性加害疑惑で刑事告訴されているフランス一部スタッドランスの日本代表 MF 伊藤純也、30、が11日、アウェーのロリアン戦に先発出場した。性加害疑惑報道を受け、アジア杯の日本代表から離脱。心身の状態が不安視されていたが、スティル監督は練習の様子から、積極的にプレーできている、と判断。迷わず右 FW で起用した。復帰戦となった伊藤の表情には正気がみなぎっており、前半から持ち味の俊足で縦に突破。以前と変わらぬ姿を披露した。中村敬斗も左 FW で先発し、日本代表に選手が攻撃をリードした。